国民年金、厚生年金の将来、医師の養老雑談。国民年金も厚生年金も若い人がお金を出して、そのお金を老人高齢者に回す。これが原則である。ところが若い人は少子高齢化ということで、どんどん少なくなっていっている。それに対して高齢者がどんどん増えていっている。また生きて、死亡年齢がどんどん高くなって、100歳以上が今は7、8万。もう5年、10年、15年経ったらますます増えていく。お金を出す若い人は減る。お金をもらう年寄りは増える。そうなったらどうなるか。私は国民年金や厚生年金そのものはなくならないと思うが、その制度の内容は変わってくる。もうすでに変わりつつあることは皆さんもよくご存知だと思う。厚生年金も75歳からでももらえる。あとで年取ってからもらおう、75歳から。その代わり額は増えるということに今なりつつある。また国民年金も40年間納めるのは45年納めることになりつつある。これ国民年金料のことね。このようにじりじりじりと厚生年金も国民年金も納める期間が長くなる。じりじりじりともらえる年齢が遅くなりつつある。じりじりじりともらえる金額が少なくなりつつある。これはもうすでに皆さんもお気づきだし、まあ国家もいっぺんにやったら大変な問題になるので、少しずつその方向に持っていきつつある。例えば厚生年金でも何年か後にもらえるのは75歳からということに一律なるかもわからない。会社でも今まで昔はと違って60歳と言わなくなった。65歳や75歳まで人が働く時代になっている。したがってかなりの年まで保険料を納めて、かなりの年になってから少額の年金をもらう。これが年金制度の今向かっている道である。
若い人は将来年金はもらえないと考えているらしいが、そういうことはないと思う。けれど、かなり年取ってからでしかもらえない。しかも金額は少なくなる。これだけは確かである。昔はよく言うた。8人ぐらいで1人の老人を背負っていたのが、今は2人ちょっとぐらいで背負っている。これが将来は一人で一人の老人を、一人の若者が一人の老人を背中に背負うことになる。という例え話で言うている。それを年金制度で言うと、そういうことである。それと、まあ、年金をもらえる額が多い少ないで言うと、早く死んだ者は保険料を納めただけで、年金は少しももらえないということになる。長生きした分は意外と年金がもらえることになる。まあこれは考えてみたら当たり前のことだよ。長生きしたもらわない金額がどうという考え方だけから言うと、長生きせんともらえない。長生きすればするほどもらえる。早死んだものはとにかく保険料だけ出してもらえない、あるいは少ししかもらえないということになる。まあ金額も少なくなってくることだから、あんまり期待できない、大きく期待できないものになるであろうとは思っている。したがって若い時からお金を貯めるとか、お金を増やすということを考えなくてはならない。貯金だけやっとったら、まあ皆さんもご存知のように金利はほとんどつかない。まあ別の方法で、例えば株とかなんとかで、まあお金を増やすということを考えないといけない。10年経っても今の貯金では、銀行ではほとんど利子がつかない。株の方は損することもある、得することもある。得するときは意外と得する。だからある程度経済の、政治や経済やその他の勉強をして、そういう勉強をした上で株も勉強して、例えば株を勉強して株でお金を増やすとか、その他いろいろ手段がある。そういうことを考えるべき時代になってきた。勉強して努力して
お金を増やす時代になってきた。だからアホは諸君できない。勉強しないアホは所詮。そういうふうなちょっと危険性があることはできない。まあ貯金で増えないけれど貯金すること以外しかない。そういう意味でみんな努力して勉強して賢くなって、それであとちょっと運もあるけれども、見損ないもあるけれども、離職をすることを考える、そういう時代になってきたように思える。しかし日本人は案外と貯金中心である。まあ国民性の問題か、貯金中心で株なんかので利息を図っている人は少ない。アホほど勉強せずに儲かるもんや思うてやる、そして結果は損する。やはりこれは得するものもおれば損する部分もおるんだから、よほどよく勉強して努力して勉強して分かって利息を図らんといかん。まあちょっと脱線したけれど、厚生年金や国民年金のこと、なんぼもらえるかとか、いつ頃からもらえるかいうことも知らない人間意外と多い。これについてまあ気にしているだろうけれど、調べていないから知らない人間が意外に多い。これも私から言うたら勉強が足りる。そんなこと調べろ思ったらすぐ分かる。まあとにかく私は運のあるわ、まず努力と勉強で株をで勝負する前に、あるいは株その他で勝負する前に勉強すべきだと思っている。アホでやる気のない人間はもう何ともなる。アホでやる気のある人間は少しかマシであるが、まあもともとはアホだから賢い勉強もできない。まあだけどアホはアホでも勉強すれば努力すれば少しは賢くなる。やはり広い意味の政治や経済だけじゃなしに、いろんな勉強をして株の勉強もしてその他の勉強もしていろいろ離職を図るのが良いと思っている。ただ離職を図るいうことは非常に難しい。簡単じゃない。金をかけんというか損する可能性がある。これだけは覚えておかんというか、やれば儲かるんではないということ。